どうも、グルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代女性の方です。見た目の自信が全くなく、恋愛経験もほとんどしてないまま今に至ります。会社でも自分が浮いてる気がして、ネガティブな考え方も良くないと思ってますが、今さら変えられない気もしてます。どうやったら楽しい人生になっていきますか？できれば恋愛も楽しみたいです、とのことですが、どう思いますか？でも会社で浮くのはさ、しょうがないと思うんだ。だって別にそんな会社の中でさ、みんなでまとまっているっていうのもなんか、まあ変な話っちゃ変な話っていうかさ、仕事できればいいから。まあね、そう、別に会社で浮いてるって言ったって別にそんなに害はないわけだよ。気にしすぎな部分もあるかもしれないし、本当にそこは気にしなくていいとして、恋愛経験がほとんどしてない、自信が全くないと、結構その見た目の自信ないですって言われる人には何回か私言ってるんですけど、まあ美容師やってるとお客さんそういう方多いですしね。パーソナルカラーね、本当やると変わりますよ。やっぱりパーソナルカラー診断を受けて自分の似合う色っていうのが分かると、それを身につけるとね、すごい垢抜けてくるんで、どっかなんかこの人やぼったいなとかそういうふうに思われる人って、自分に合ってる色を身につけてないことって結構あるのね。で、なんか無難に黒とかっていうふうに選びがちな人とか、なんとなくカーキとかさ、グレーとかってあれ結構似合う色似合う人限られるから、結構無難とかっていうので選ばれがちな色なんだけれども、なかなかそれをねちゃんと似合うように着こなせる人って日本人はちょっと少ないんですよ。黒グレーあとカーキとかその辺は、だからそういう診断とかしてもらって、自分がなんか今まで挑戦できなかった色とかも案外似合うって言われることって多いから、まずそれでね本来の自分を引き出せる方法っていうのが見つかると思うんで、メイクにしろ、服にしろ。でメイクとかねやっていくとね、最初はやっぱり苦手なのでうまくはできなかったりするんだけど、メイクも本当に自分でね数こなしてってね、自分にぴったりなメイクっていうのは自分で見つけていくものだと思ってるんで、だからそのとにかくなんかまあいろいろ買ってみて、今本当にプチプラでもなんかすごい優秀なコスメっていっぱいあるから、そういうのからねちょっと集めてみて挑戦してみるっていうのもいいと思うんですよ。やっぱりメイクね、上手にできるのと全然しないのだと結構な差出ますからね。だからそういう風なメイクとかも挑戦していくとだんだん自分にも自信出てくると思うんで、もしかしたらそのメイク自体が楽しいっていう風にもなるかもしれないし、だからまずそういうのから挑戦してみてたらいいと思うんですけど、どうですかね。まあ、それが結局なんか恋愛にもつながるかもしれないですね。それは結構大いにあることだと思うんで、じゃあまずそのパーソナルカラー診断で自分の似合う色とかそういうものを分かって、で見た目を良くすることで自信も湧いてくることが大きいと思うので、それで楽しい人生になったらいいなと思います。参考にしてください。じゃあこういった形で相談したい方がいらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。